どうも皆さん、ヒカキンコシタヤン TV です。今回のですね、キクピーさんの実況動画がですね、朗報、念願の CD デビューを果たしました。チャオチュールシャープ81、これですね、時間は1分38秒、まあ、結構短いですね。で、再生回数85回、グッドが1、バッドが0って感じですね。キクピーさん、何、企業案件に来たんだ。チャオチュールっていうところ、まあ、あれですね、商品の CM のキャラクターとか、あれに選ばれたんですね。うわ、いいな、企業、YouTube、YouTuber が企業案件を得ると結構お金もらえるって聞きますんでね。キクピーさんも100万ぐらいもらってるのかな、いいな、俺も早くね、キクピーさんの上になりたいと思います。では、早速見ていきましょう。なんかチャオチュール貼ってるし、枝豆タワーって全く関係ない、全く関係ないこと言ってる。なんか体に貼ってるしね、なんか貼ってる。なんかすごいガムテープと猫ちゃんが好きなチャオチュール。チャオチュールの CM 作った、だって偉いね。タグインさんみたいな、勝手にこう CM 作るみたいな。なんかチャオチュール神奈川県キクピー編。おなんかね、ケツだしキクピーさん、ケツだし、ヘッドバンしてヘッドバン、チャオチュール貼って体に貼ってヘッドバン、あ、舐めてやるよって。猫楽しい、猫楽しい、ごほんごほんやつ、稲葉稲葉。あ、これで終わり。あ、久しぶりにこの丸ごとリカのあのフリー音程の音を聞いた。唇を、口をドアップすんな、口のドアップ、人生最高。久々丸ごとリカ子のあの音源、口ドアップだな、ずっと唇、歯とか、歯が意外に綺麗なのかな。はい、今回のキクピー動画早かったですね。ですね、まあ今回ですね、実はですね、まあ、前の動画でも言ったと思うんですけど、キクピーさんの動画6本を実況したんですね。まあ普通に忘れてたっていうか、時間なかったっていうのがあったんで、なのでもしかしたら、1週間ずっとキクピーさんの動画かもしれないんですけども、まあ、だからこそ、キクピーさんにハマる人がこれで、まあ、増えてほしいなと。で、キクピーさんの念願だった登録者数100人いってほしいなと。そのためにも、自分はですね、今後も、キクピーさんの夢を、まあ、叶えたいという思いからですね、キクピーさんの動画の実況を上げていければと思います。それでは皆さん、またキクピーさんの動画でお会いしましょう。